戻れって言った。いやでもその先、いやあるな。え？コスモの先にあるな。あ？コスモあるやろ。その橋折れた、あ、そこの交差点曲がったところの方に一応バス停はあるらしい。ただ本数少なそうだ。人はこれを積んだというのかもしれない。え？ちなみにこれあれね、新しいこのカメラ、バッテリーの残量と、残り時間が出ないんですね。基本的には全部、早く、起動とかも早いし、音も静かですしね。基本使い方はめちゃくちゃいい、作りになってますけど。そこか。もう一つ奥だろうかな。だけどここで渡っといた方がよさそうやな。そこが新発見中学校。プラスチック工具。プラスチック工具の向こうにくら寿司があるね。プラスチックコーヒー、はい、くら寿司コーヒー、くら寿司コーヒーありますもんね。人気なきしコーヒー戦争や、片方寿司屋やけど、はい、タイムクッキー使うんで入れてきますが、すごいね、コーヒーも飛んでますよ。よし、これを渡ってで、向こう行っていい感じなのかな。お、うん、こっちか。はあ、はあ、はあ。こっちだ。そこ、あ、そこか。バス乗り場ってあるわ。よいしょ。それか。もう一個先もやるか。なんか、交差点が変速だよね。多分反対側に乗り換えな。大阪ミドルパス乗りとこんな感じよね、と思う。あ、1時間1本か。安倍伸ばしときないね。ああ。1時間1本か。歩いた方が早いかもな。なんといこった。まあ、でも大阪ですね。まあ、都会やで。ファミマも、時間貸しになってるんですね。あ、でもこっちはこっちでファミマ専用駐車場もあるのか。OK、ちょっと。し直そう。現在地。現在時刻にしたれば、ポータルナビで、どう出る？一番早いのは？一番早いのは、歩け。ああ、そう。ああ、そう。
2.5 キロ、うん、歩くのが一番早いと。ナビ入れるか。で、歩くんやったら、反対方向やって。そんなうちは思った。反対方向やん。真逆やん。いや、まだリカバリー効くって。これさっきの国道っぽい、あの、でかい道の方をずっと歩いてたら、平野の駅には出るらしい。うん。そのバスが1時間に1本なんやね、やっぱ。で、多分さっき見る、あの、目の前通ってたシティバスが、それやったんやな。そう、ターミナルでどの方のね、ぐらぐらと駅で撮っとるからね、アクセス用作ってあるわけですよ、1時間に1本でもちゃんとね。うん。それに乗れんようなね、無駄ことやっとるお前が悪いと言われたらもうそれまでやな。うん。へぇー。努力やってはるんや。どっかで折り返してんかと。なんていうの、上北三丁目上北か。へえ。いや、まあ、方角は間違ってないはずや。なんか、町工場が多いね。へえ。金属製作所か。あ、グリスの香りがするわ。めちゃくちゃ稼働してますね。これ見切りに行った方がいいんかな。よし、またあっとこう。なるほどね。なるほどね。なんかある。何屋さん？コンピュテーション新型トーテ。あ、デイサービス。合格デイサービスな。そっか。なんか新しい工場作ってんのね。だいぶ添えとったやな。あ、これ一本横の数字上げていっても面白そうやけど、それやとずれるのかな、だいぶ。うん、それやとだいぶずれるな。うん。よし。おう、どうりよいよ。スーッと行きました。あ、こういったね、入れなかった筋の道はまた、バーチャル幹線まで保管してるって言っても考えてるんですけど、いい幹線取りだめてるのがね、バーチャルのことやってる場合じゃないよっていうぐらい、取りだめがいっぱいあるんで。あ、万代か。あっち。山形県。山椒かな。山本真帆さんが出てきそうな名前やね。ウェルシアって。あっち。
に5丁目最初から素直にこの道歩いとったらよかったよ。